宮城教育大学、仙台市都心部の西の青葉山に所在する。東北大学教育学部の一部が独立して設立された大学であり、東北大学青葉山キャンパスと隣接している。全国に11ある国立系の教員養成大学の一つであり、東北では唯一の国立系の教員養成大学である。教員がおよそ120名、学生。 院生合わせて1700名ほどが在籍している。新生東北大学の教育学部は、旧生宮城市藩学校、旧生宮城青年市販学校と、旧生東北大学法文学部の教育学系統を持って新設された。宮城市販学校、宮城青年市販学校は、この新設教育学部の教員養成系統となった。ただし、 宮城教育大学はこの教員養成系統、宮城市販学校、宮城青年師範学校部分が分離独立した形で発足してり、分離時における教員の多数は、旧正師範時代からの教員であり、分離以前においても、教員養成課程は、分校として置かれていたこともあって、こうした様々な事情から、旧帝国大学の流れを組むと言えない。教育学部には、 大きく教育学系統と教員養成系統との二つがあり、宮帝国大学の教育学部は教育そのものの研究をする前者であり、宮城教育大学は後者である。仙台以外の宮帝国大学の所在地では、教員養成系統の教育学部は置かれず、教員養成課程は、旧正師範学校をもとにした単科の学芸大学に置かれていたが、宮城教育大学の設置によって、 仙台でも他の旧帝大所在地と同様になった。教育学部日本の教育学部参照。教育学部及び大学院教育学研究科が設置されている。学生の在籍数はすべての家庭を合わせておよそ1700名ほどであり、男女比は2、3程度である。留学生の占める割合は5%ほどであるが、その大部分は中国からの留学生である。 さらに特別支援教育特別専攻課が設置されていたが平成21年度をもって廃止された。1学年あたりの定員は345名であるが実際にはそれを若干超える学生を受け入れている。入学生のおよそ半数が地元宮城県出身で東北6県でおよそ9割を占める。平成19年度から教育課程を再編た。 教育実習は1年次の観察実習、2年次の体験実習、3年次の基本実習、4年次の応用実習の4つがメイン。1年次から3年次までは付属学校で実習。4年次はその他の協力校。この他に1年次に付属用語学校で2日間、2年次に協力施設で5日間介護等体験を行う。教員としての力をつける講義はあるが、 教員採用試験対策の講義は存在していない。毎年3月に教員対策講座が行われるが、これは希望者のみ有料で受講するものである。卒業生の就職状況は、非常勤を含む教員がおよそ半数である。講座は、国語教育、社会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育家庭科教育、技術教育、 英語教育、特別支援教育、幼児教育、学校教育が置かれている。いずれも、修士講座。一学年あたりの入学定員は57名であるが、実際にはそれを若干超える学生を受け入れている。平成20年度から、教育課程を再編し、専門職学位課程が設置された。教育研究を目的とした、大学院であり、 修了者には、修士の学位が授与される。入学時に一紙免許状を取得しており、免許状の強化と先修が一致している場合には、先修免許状が取得できる。蔵書33万冊。大学としての基本機能はすべて青葉山キャンパスに集約されているが、教員養成大学としての性格から、付属学校園のある、上杉キャンパスも書くことのできない、重要拠点となっている。 東北大学からの分離設置時に東北大学農学部が移転した跡地を利用する計画だったが、これが頓挫したため大学と付属学校とが地理的に分離してしまったという経緯がある。二つのキャンパス以外に市内に女子学生寮があり、山本町には磯浜合宿研修施設がある。仙台市青葉区の青葉山中腹にあり、宮城教育大学の主要な施設は、 ほぼこのキャンパスに存在している。敷地は21万平方メートル弱で、東北大学青葉山キャンパスに隣接している。仙台市地下鉄東西線開業以前は、仙台駅西口のバス乗り場9番から仙台市 A バスが出ていた、急遽、大前バス停までの所要時間は約20分。近隣に仙台市地下鉄東西線の青葉山駅が2015年12月6日に、 開業し、仙台駅から青葉山方面へのバスは廃止された。市中央部にあり、付属学校園として幼稚園、小学校、中学校が置かれている。また、教育臨床研究センターがあり、初等教育教員養成において重要な役割を果たしている。敷地は6万平方メートル弱で、宮城県立資格支援学校、仙台市立上杉山中学校、 東北大学農学部に隣接している。最寄り駅は JR 仙山線東照宮駅、北仙台駅であり、両駅とも徒歩10分を要する。地下鉄南北線北四番町駅からは徒歩15分ほどである。仙台駅西口のバス乗りは、17から19番から、市営バスが出ており、付属小学校前バス停までの所要時間は、約20分。青葉山キャンパス内に、 男子寮、市内に女子寮を、萩園寮がある。およそ8畳を二名同居で用いるが、教職大学院生については、個室となる。山本町南端の磯浜地区にある合宿所。平成22年に内部を改修したばかりであったが、東北地方太平洋沖地震に伴う津波により、倒壊。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。